イコール内海南海は、韓国において朝鮮半島の南側の海域を指す言葉。その東側の海域は、国際的には日本海の一部、西側の海域は、航海の一部にあたる。南海の範囲は、韓国の政府機関によってそれぞれ違う。1997年、当時の海洋水産部は、東海との境界を、韓国のウルサンと日本の伊豆市を結ぶ津島。 海峡上の直線とした。また、航海との境界を沈島生誕とシャキ島の直線とし、東、シナ海との境界を牛島と福江島の南端を結ぶ直線とした。これは国立水産振興院が1979年に韓国海洋便乱に標準として用いた。しかし、海洋水産部の参加だった国立海洋調査院は百九十二年の 水路業務便乱において、東海との境界を、富山の56島の北、公海との境界を、全羅南道海南群の南端に定めた。気象庁では、公海との境界は、海南半島の南端で、国立海洋調査院と同じだが、東海との境界を、富山広域市とウルサン広域市の海岸の、境界点とした。2013年には、東海と南海の境界を、 観光資源と使用する思惑をめぐって、富山市ヘウンデクと南区が神経線を繰り広げた。ヘウンデクは、国立海洋調査院の資料を引用し、月見の丘の海月亭付近を南海と東海が出会う場所として、広報を開始、また、ヘウンデを南海に含めることで政府が進める南海観光振興策にこの地区を組み込もうとする。一方、南区は、 国立海洋調査院が2008年まで協会を56等としていたのを受け、2010年11月に協会標識席を立てており、安全行政部もこの立場に近い。韓国では日本海のその他の海域を東海、航海のその他の海域を再開と呼んでいる。また、日本海の故障を東海へ変更する運動を続けているが、 東海と呼ぶことを求めている海域の一部を自ら南海と呼んでいるのであり、自己矛盾であるとする指摘がある。ありがとうございます。